なんかすごいな、キャンプしてるみたいだな。よし、先行こうか。いや、なんかいいね、アメリカ映画みたいで楽しいですね。なんか割とサバイバルっつうから、本当に気抜くとも死、まあもちろん気抜くと死ぬんだろうけどね。はい、どうも皆さん、こんにちは。ジョーリンゴと言います。任天堂スイッチは滑るダウンロードタイトルなどを中心にほぼ日々実況をしております。基本的には毎日上がるので、YouTube のチャンネル登録やニコニコのフォローなどしていただけると、まあ、スイッチのね、ダウンロードゲーム紹介みたいな感じで見ていただけることもできるかなと思いますので、よければお願いいたします。じゃあですね、任天堂スイッチにもゲームのね、セールがありまして、まあ、Steam ほどではないんですけど、まあ、これはね、今回やるこのゲームもその時に買ったゲームとなりますが、今日ね、起動していきましょう。今回遊ぶのはザ・フレイム・イン・ザ・フラットになります。はい。ストーリーですね。大洪水に襲われた世界、錆びてたキャンプ場に滞在している孤独な生存したスカウト。ある日ですね、一匹の犬がどこからともなく現れ、バチの下でリュックサックをスカウトに渡すと。そのリュックサックには無線信号をわずかに受信する無線機が入っていたので、まあね、生存者は自分だけだと思ってたんですけど、実はそんなこともないんじゃないかっていう希望をね、まあ、その、抱くことができまして、じゃあね、その、サバイバルしていきましょうって、そういうゲームとなります。というわけで、まあ、サバイバルゲーかなって感じですが、そうですね、スクリーンショットとかは何枚か見たことあるけどね、実際に動かしたことはないので、じゃあ行きましょう。というわけで、犬とね、なんかイカダ乗って川下ったりするらしいんですが、まあ、やっていけばわかるでしょう。やっぱりね、なんでしょうか。セールが、スチーム、ほどの規模ではないんですけど、スイッチも結構ありまして、特に夏頃は少し多かったかな。でやっぱりね、人間ってあれなんですけど、セールで買ったゲームってね、起動するまでちょっと時間かかるんですよね。もうダメですよね。まあスチームはさ、ゲームを買うゲームとか言うけど、やっぱり積んじゃうのもったいないなと思います。はい、じゃあ始まりました。行きましょう。おーっと、カラスか。へえ。おお、結構 BGM がいい感じですね。キャンペーンモードっていうのがいわゆるストーリー的なモードの立ち位置で、エンドレスモードっていうのがなんか、あれだったかな。結構ね、どこまで生きられるかっていうのを競うみたいな、そういうモードだったと思います。オプションを見ましょう。オプションです。ん?ちょっと待った。これがオプションで、はい。はい、じゃあね、オプション画面は開きましたが、基本的には変えないで来ました。じゃあ、キャンペーンモード行きます。はい。トラベラー、サバイバリスト。うん。やはりですね、トラベラーで行っていいでしょうか。うん。で、一回慣れたらサバイバリストかなーって感じですね。じゃあ、トラベラーで。始めていきます。あれが犬かな。さあ、労働中ですね。めっちゃ松明さんが寝てますけど、うん。松明じゃないね。ごめんなさい。焚き木的なやつですね。すいません。松明って言っちゃったのは、さっきまで、ごめんなさい。ソルト&サンクチュアリやってたんですよ。すいません。あれでね、めっちゃ松明を燃やしまくってたので。あのね、木の枝と、そうですね、炎が出てると、それが松明に見えてしまったっていうところでしょうか。おー、始まったね。なんかグラフィックの質感がすごいなぁ。こう。これがまあ、生存者かな。まあ僕が操作する主人公的な位置だと思いますが。犬ですね。はいはいはい。お利口ですね。新しい目標、無線信号。はい、トウモロコシですね。物資かな。はい、新発見。はい、クラフトで焚き木で灰パンかな、炭パンかな、クラフトしよう。火を使います。これはこれでいいかな。炭を腕に入れました。火を使う。座る。
座って何かできます？おお、クラフトですね。うん、はい、じゃあね、これがハイパンかな。さっき間違って炭って言っちゃったような気もしますが、作ってますね。できた。まあ一旦いいでしょう。出発します。なんか行動一個一個起こすにもちょっと待ち時間があるんだな。で、空腹とかそういうステータス、体温とかがあるから気をつけましょうって感じです。これはパンですね。そんなにまだお腹は減ってないはず。多分そうですね、中央の下の、主人公若干顔怖いなって感じもしますが、食事、水分、体温と、あとなんだろう、睡眠か、そういうものかな。気をつけていきましょう。ちょっと足を開きます。クレジットはいい。ここでクレジット見れるのか。うん。はい、サバイバル情報、持ち物確認。Y ですね。空腹、水分、体温、疲労ですね。Y を押します。ここがアイテムかな。装備物ですね。はい。無線信号、フリーラジオから、そうですね、音声が声が聞こえる。電波の遅い場所を目指して確かめよう。うん、なるほど。OK、じゃあそういうことなんで、ちょっと移動してみましょうか。お、 X でカラスを追い払おう。できた。うん、これをこう振ってるわけですね。じゃあちょっと歩いていきましょう。サバイバル情報じゃないんだ。結構建物はあるんだね。なんか怖いけど調べます。やった、結構手に入ったね。ZL です。クイックメニュー。素早くアイテムにアクセスできる。ここら辺はね、割と似たようなシステムのゲームも多い感じもしますが、それこそね、僕がやったものとしては、レディエーションアイランドとか、そういうものに近いね、そういう操作性は持ってますね。はい、それじゃあね、ちょっと歩いていきましょう。結構調べられるものがあるから、たくさん調べてみましょう。タスクボックス。役に立たない人はこのようにいない。かっこいいね。はい。そんな感じですが、ボックスの中にはタスクが書かれたノートがある。タスクを完了して役立つアイテムを入手しよう。ミッション的なやつかな。はい。タスクを手に入れていいですか。これで、タスクが増えました。目標が増えましたね。はい。これで一斉ナイフと一斉ハンマーを作ろう。その二つで便利なものがクラフトできる。というわけなんで、目標を手に入れた感じでしょうか。もうタスクない。タスクはないか。そうだよね、増えてない。うん。OK、まあ、目標がちゃんとあるわけだな。こっち危なくないかな。出発はまだできないだろう。さて、結構荒れに荒れてますね。まあ少し低めの難易度というか初心者向け難易度ではあるので、まったりしてるようなそういうね、環境ではないんですけど、ゲームのルールを覚えながら歩いていきましょう。電波がいいところを探せと言ってましたがね、どこだろうね。クラフトできたりするものはありますか？健康異常はないですね。体は痛って健康。いいことですね。これだ。枝か。うち紐か。紐を作ります。火中止が必要ですが、石ねえな。ページカテゴリー。まだね、手に入れてないアイテムもたくさんあるんで、とりあえずはどんどん歩いていきましょうか。となれば、まだちょっと早いかなと思ったけど、出発とかそういうところの味方的なやつも調べちゃっていいのかなって思うところもあります。めっちゃ荒れてんな、大丈夫か、すごいな。行きましょうか。大丈夫これ。
さて、主人公たくましいですね。ワンちゃんと一緒に冒険の始まりです。割と操作してますね。舵取りは、まあ、方向キーですね。 X で漕ぎます。イカの HP がなくなる前に注意しよう。はい、怖いな、スタミナ。味方も強化できる。はい、というわけで川下りがこのゲームのね、なんかそのまあ説明文にもありましたが、まあ、操作のね特徴的な1個かなというところです。おー、なんかぶっちゃけサバイバルしてるんだけど、すごいね、なんかのほほんとしてますが、ちょっと赤いね野生生物みたいな目は怖かった気もします。うん、曲調がいいね。あいつひでえな、ま、待ってくれ。今ね、割と、そうだな、奥方向に進むようにちゃんと舵取れてたかなと思ったら、そんなこともなくてね、とんでもないことになっちゃいましたが。ちょっと待って、これ大丈夫か？死ぬんじゃない？ちょっと待って、ちょっと待って。やばいっしょ。これ、きつくない？ちょっとまだ、気の向くまま行ってみますか。そろそろ止まった方がいいんじゃないかな。止まれます？いたたたたたた、やばいな。いや、これ死ぬわ。はい、ようこそディストレデュー。うん、というわけでそろそろ止まった方がいいんじゃないかなって感じもしますが、ない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 、ね、止まれる時はあるのだろうか。めっちゃいろいろ流されてますが、ただまあ体力にまだ余裕とかもあるので、いかだ壊れないようにちょっと進んでいきますか。いろいろとなんか出てますね。ここがどれぐらいどれぐらいって。よし、オッケー。ようこそサイモングロット。アルコールあり、アルコールあるのか。やったぜ、飲むぞ今日は。そういうアルコールじゃねえよって話もあるかもしれませんが、おー、ガンマ。とりあえず取ります。ありますね。まあ同時にね、なんかできるかもしれないので、取れるものは取っておく。でも人はいないんだな。寝る、おー、寝ると。そうですね、まあまだ寝なくて大丈夫。こういうね寝れる場所もあるのか。はい、スネアトラップでウサギを捕まえよう。怖いこといいよね。よいしょ。アイテムというか物、建物がよく後ろに入っちゃったから見えないけど。さて、探索しましょうか。調べます。やった、布のアルコール。うん、そうだね、アルコールはクラフトですね。うん、そんなね、飲むアルコールじゃねえよって話ですけど。まあでもアルコールありって書いてあったら、そうだね、なんか飲めるお店かなとか、そんなこと思っちゃいますけど。うん、さあ、こんなもんか。狭いね。そうですね、まあなんか島があるというよりは、世界が大洪水になっちゃったせいで、ちょっと割と水が川が多くて、で分断されてるみたいなところなんでしょうが、このエリアは結構ちっちゃいかな。こんなもんでしょうか。OK。ちょっとずつ増えてはいるな。ね。ちょ。はい。包帯とかは、うん、いいですね。
ここはもういいかもしれないけど、まあ、どんどんね、違うところ行ってみましょうか。いやー、移動の音楽はなんかいいね。正直ね、なんかサバイバルしてるはずなんだけど、旅してるみたいでいいね。オッケー。いや、なんかな、街の人とかいないのが。おぉ。ボイスありか。ボーカルありとはいいですね。これなんだ。ほー、整備場か。いかだの評価ですね。ストーブか。いいね。なんかもうサバイバル楽しんじゃってる感じしますが、ガソリンか。うわー、曲いいな。そんなにいけないか、ここは。なんかすごいな、ほんとキャンプしてるみたいだな。よし、先行こうか。いや、なんかいいね。アメリカ映画みたいで楽しいですね、なんか。割とサバイバルっつうから、ほんとに。気抜くともし、まあもちろん気抜くと死ぬんだろうけどね。でもこの雰囲気はいいなと思います。ちょっと待って。あそこにたどり着きたかったんだけどね。ちょっと失敗したな。野生動物かな。怖いね。トウモロコシだ。うわい。さあ、ちょっと周りがめっちゃ怖いなって感じしますね。車とかも流れてるから、そういうものにちょっと気をつけながら。拠点かな、なんか見える。この先200m ぐらいですね。 100m 地にもなんかあるか。気に抜くとちょっとね、乗れなかったりするから。はい。あ、ちなみにね、この川の川下っていく感じのマップのかあり方っていうか、どこに号令があるみたいなやつは確か自動生成って書いてあったんで、まあ、その旅を毎回再開するときはね、違うものになったりするみたいです。はい。おお、ボーカルありの BGM か。いいね。あ、インベントリがいっぱいだ。極機 AI ね、びっくりした。では、いっぱいか。犬用ポーチ。イカダ用ボックス。マジか。ツール。では、パンとか食べた方がいいのかな。パンを食べます。OK。パンはそんなに回復しないね。ちょっと待って。作れるものは、包帯持っときますか。ちょっと待って。内紐を作っといていいですか。ガマからできるんだ。いいね。火中石とか作りたいんだよね。お、弓とかあるんだね、やっぱりね。これだ、いいね。ガマですね。根っこは食べることができる。茎から打ち紐を作ることができる便利な植物。めっちゃ便利ですね。ありがとうございます。ね、無線信号のところに行くはずだったんだけど、一体僕はどうまで行っちゃってるんだろうな。めちゃくちゃなんか普通に移動してる気がしますが。お、寝れますね。4時間ね。そうだな、寝ようか。4時間ぐらい。ちょ、めっちゃ天気悪いじゃん。まずいな。これはなんかあんま行きたくないな。お、やった、新発見。いやー、クラフト発見ですか。え、これはちょっとまずくない？あんまり出ない方がいいんじゃないかな。
さて、おお、カビの塊、アイテムがいっぱいか。結構いっぱいやもんね、羽。お、犬に渡すこともできるんだ。お、天気が良くなった。そうですね。じゃあ、犬に渡します。水フィルター。お、水から汚染物をろ過してくれる。すごいね。炭ですね、これは。汚水をろ過して飲み水に変えてくれる。面白いな。サバイバルしてるね。苗木。これミキプルーンの苗木。じゃないんだけど、羽。少しインベントリを開けまして、カビ、アイテムボックスです。ね、水の入手方法とかを実はよくわかってないので、このまま行くとちょっと怖いなーって感じもありますが、ここら辺のものも手に入れておきましょう。これはなんだ？開けます。アイテム入手。結構あったね。あ、塩だ。やばいな。さっきソルト&サンクチュアリやってたから、なんか、レベルアップとかにできそうな気がしてしまうぞ、と。インベントリーがいっぱいですね。意外とすぐいっぱいになっちゃうな。乳用ポーチに、ガマ渡していい？犬に渡す。とりあえずアイテムをいっぱい持って開けます。アイテム入手します。すぐに入手します。OK。いるしか、なんかいろいろあるな。食べれるも食べようか。さあ食べますね。食べましょう。若干水分も回復してんのかな。OK。じゃあ、牛を入手。さっき雨浴びたから水浸しですね。さあ、気になるのは水分とかの入手の仕方かなっていうところですが、苗木。まだ余裕はあるので。よし、じゃあね、また冒険始めていきましょうか。じゃあね、イカダ乗ったところぐらいで今回は起動かなと思いますので、またね、よければ見てください。よろしくお願いします。えい。いいですね。これが流れるとなんかとてもかっこいい。よし、じゃあまた漕ぎ出していきました。さあ、冒険はまだまだ続けっかなって感じですね。はい。近場にはどんどんね、撃っていくんですが。それでも全然イカダのパートを思ったより少なかった感じですかね。新しい島移ったところで今回はね、本当に終わりにしようと思います。お疲れ様でした。またよければ見てください。失礼いたします。